どうも改めまして、こんばんは。本日はお忙しい中、週末のお忙しい時間をいただきまして、このように大勢の皆様にお集まりいただきましたこと、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。改めまして、なんかこの先ほどのトークが終わった後の挨拶というのは非常に難しいなと思いながら今ここに立たせていただいているわけでございますが、自己紹介も含めながら簡単に短くご挨拶をさせていただければと思います。私は豊中市の庄内という下町、大阪の土庶民の町で生まれ育った昭和48年生まれの36歳、石川博隆と申します。この夏の参議院選挙、大阪選挙区の予定候補として今初めて挑戦させていただいております。仕事は先ほども少し触れましたが、昨年の11月まで外務省におきまして、中東地域アラビア語の専門家として、日本の国益を守るため、日本の平和を守るため、国民の暮らしを守るためという思いでがむしゃらになって14年間働いてまいりました。アラビア語、また中東の専門家として歴代総理のアラビア語通訳官を務めさせていただきまして、日本の外交政策をしっかりと支え、また特に対中東外交におきましては中核となって働いていきたいという思いでがむしゃらになって働いてきた人間でございます。とは言いましても、最初からアラビア語ができたわけでは全くありません。外務省に入りまして、最初シリアという国に行き、そしてあそこは人類の文明の十字路、アジア、アフリカ、ヨーロッパ、ロシアの文明が常に行き交う場所でございます。そうしたところで、東北、東アジアの国から来た20そこそこの私、青年を迎え入れてくれ、ホームステイをしたんですが、本当に家族同様に扱ってくれて、もう温かく迎え入れてくれて、言葉もそうでございます。生活習慣、また仕事の仕方、人間関係、付き合い方、また家族同様に扱ってくれて、親族に冠婚葬祭があると一緒に連れてってくれたり、先ほど森下先生の話の中で糖尿病で足を切断するという話がありましたが、私が住んでいたホームステイ先のお父さんも糖尿病で、巣は足を切らなければいけない、そういった症状にあった時に一緒に病院に行って、一緒に痛みを共有して、一緒にその治療について、将来について話し合ったり、そうした心のひだ、心の機微をいろいろと学ばせていただくことができた。それがその後、通訳官として働かせていただく上で非常に役に立ったといいますか、参考になったと思っております。通訳というのは、言葉と言葉を単に機械的に訳せばいいものではございません。その言葉を発しているその本音、真相、心の動き、それを感じ取るやっぱり能力というものが非常に重要で、なぜその言葉を発しているのか、皮肉で言っているのか、それとも本気で言っているのか、あるいはごまかして言っているのか、その次の言葉を何か言いたいがために言っているのか、いろんな人間の感情がございます。そうした感情を感じ取る、アンテナを磨かせていただくことができたのは、まさに現地の方々の家族に中に入って、家族の方々が私を子供のように育ててくれた、そのことに対して本当に感謝の思いでいっぱいでございます。そうやって中東で一から学ばせていただいているさなかに、2003年3月、皆様ご記憶のあのイラクの地で戦争が発生してしまいました。私は自分が専門としている、担当している地域で、あのような事態が起こってしまったことに深い深い責任感を感じました。とともに、私に何かさせていただけることはないなのか、私がこれまでお世話になったその中東の方々に何か恩返しできることはないやろうか、その思いから、いても立ってもいられなくなり、イラクのサマーワイキを志願しまして現地に飛び込んでいきました。現地では先ほど少し触れました通り、現地の病院、行きますと手術をする部屋に入ってもメスは錆びついている、また電気もつきません、蛇口をひねると真っ赤になった水が出てきます。現地の方々の嘆き、叫び、苦しみ、痛みを聞きながら、何が必要なのか、何が私たちにできるのかということを徹底的に追求し、そしてそういう病院を一つ一つ修復をして、あるいは学校を一つ一つ修復をして、現地現場を、夏は50度を超えるような日もある暑い日でございました、また砂嵐も絶えない中で汗だらけ泥だらけになりながら、防弾チョッキ、ヘルメットをかぶってサマーの中を走り回って1年半働かせていただきました。そうした中で私は2つの大切なことを学ばせていただいたと思っております。一つは、私たちが暮らすこの日本も、わずか60年前には同じように戦後の荒廃した大地の中で
私たちの両親あるいはおじいちゃんおばあちゃんたちの世代の方々がそれこそ必死になって地道にコツコツと仕事に打ち込み、また家庭では物も金もない中で子供や孫を必死になって育て、そして今のこの素晴らしい戦後の、まあ、築き上げてきた平和な国日本、そして世界第二の経済大国まで言われる日本、蛇口をひねればいつでも飲める水が出る、スイッチを押せば24時間電気がつく、これは決して当たり前のことじゃないんやな。私はまあ戦後の世代ではありますけれども、その戦後の復興の大切さ、大変さをイラクの様の地で少しながら、わずかばかりながらも学ばせていただくことができました。この私たちが今暮らしている素晴らしい日本、将来私たちの子供たち、そして未来の孫たちが、私が今両親あるいはおじいちゃんおばあちゃんたちの世代の方々に感じているのと同じように、あ、こんなすごい日本にしてくれてほんまによかった、こんな素晴らしい大阪にしてくれてほんまによかったと、同じように私たちの子供たち、そして未来の孫たちの世代の方々から思ってもらえるように、私はがむしゃらにこの地道にコツコツと血のにじむような努力で未来を築き上げていかなければいけないなという決意でいっぱいでございます。そしてもう一つは、何よりも現場が大事なんやなということを思いました。サマーワの地で現場の声を聞きながら、現場の声を東京にぶつけていきました。東京からは、まあ、いつもの通りといいますか、前例がない、これまでやったことがない、まあ、もちろんあの時日本政府として初めてのことばかりでした、まあ、当然といえば当然なんですが、前例がないと言われたり、あるいは行政の縦割りでこれはうちの担当じゃないとか言われたり、さまざまなことを、まあ、壁が私たちの前に立ち塞がりました。でもその度に現場の声を聞けという思いで、一つ一つ、まあ、地道に粘り強く東京にぶつけて、東京と調整をして、そして、まあ、現場の声を実現し、サマーワの街に少しずつではありましたけれども笑顔を取り戻してくることができた、まあ、それは、まあ、笑顔が戻ってくることが私たちにとりましても何よりも心の支え、また勇気づけられながら頑張ってくることができたと思っております。私は